自殺。辞書には自ら命を絶つことという意味で記載されている。おそらく僕が試みることは一生ない行為だ。それは道徳的観念ではなく、もっと根本的理由に起因しているのだが、その話はまた後にしよう。とにかく今彼女は死のうとしている。新入生の紺のリボンが春風に揺れている。ここで物語の進行は大きく2つに分かれる。一つは主人公が積極的に物語へ参加して進行していく方向、一つは主人公が消極的で勝手に物語が進行していく方向。明らかに後者のタイプだった僕が、この時はなぜか前者を選択した。あの どんな言葉を用いたかは割愛するが、とにかくあなたのようにメガネの似合う人が死んではいけないという旨をひたすら純粋に伝えた。そして最後にありったけの思いを込めて僕は叫んだ。要するにメガネが大好きです。不愉快です。あ、君、うわあ、相手が悪かったですね。あのさ、とりあえずこれどうにかしてくれない？頼むよ。あなた一体何者ですか？それは僕のセリフだよ。こうして僕と栗山未来は出会った。こんな二人がその時限りの関係で終わるとしたら、全ての物語はこの世に存在できないだろう。このメガネをかけてくれないか。孤独な頬を濡らすけど、夜明けの気配が静かに満ちて、私を空へは死体ね。何でもかんでも殺し方を残酷にすれば読者の興味を引けるってわけじゃないだろう。じゃあどういう殺し方ならいいの？読者にとって大切なのは行動と意味だと思うけどね。ただなんとなくバラバラにしてみましたみたいなのが一番苦手なんだよ。これでいいか？ええ、いいわ。秋人、文芸部の先輩たちの魂の込められた紙くずをそんな風に扱っては失礼よ。その表現からは敬意のかけらも感じないけど。仕方ないでしょ。秋人が顧問に文集が次で150号なんですけどなんて言うからよ。今の部の状態からして記念号は今までの傑作選にしろって言われるのは予想できたはずよ。相談しに行けって言ったのは美月だろ。これは
トリックの科学的交渉が雑で、犯行動機の薄いミステリー。そこまでわかってるならボツでいいだろう。童話だけど、これは面白かったわ。タイトルは？赤ずきん脱いじゃいました。誰かわからない！栗山未来？多分な。先行作業、私に丸投げするつもりかしら。すぐ戻ってくるよ。あ。あれ、栗山さんどうしたの？こんなところで。本当に。って、こんな奇遇があってたまるか！不愉快です。何してたんだ？それは。いくらメガネを拭いてもうまい言い訳は出てこないぞ。そんなことは考えてません！どう見てもめちゃめちゃ動揺してるけどな。いい加減諦めてくれないかな。前にも言った通り、僕は不死身なんだ。何度誘うが致命傷を与えようが、僕を殺すことはできない。何の話ですか？ごまかすの下手すぎ。この一週間で何回栗山さんに刺されたと思ってる？1、2、6。片手じゃ足りないのかよ。先輩がいけないんです。こんなに急所をついてるのに死なない用務付きなんて聞いたことありません。だから言ってるだろう。僕は用務付きじゃない、汎用。人間と用務の間に生まれたレアな存在なんだって。だったらいいじゃないですか。なんで？いくら切っても変わらないんですから。あのな、僕はゲームの雑魚キャラじゃないんだぞ。とにかく私が一回しで、先輩が用務である以上、この行為に問題はないはずです。では。どうだった？進展なし。秋人。なんだよ。頑張らないと、卒業式の日に私から告白されるという夢が叶わないわよ。いつからそれが僕の夢になった？あら、告白する方が良かった？そうじゃない。大前提が間違ってると言ってるんだ。それは失礼したわ。秋人は巨乳なら誰でもいい、節操のない変態だものね。私にこだわる必要は見当たらないというわけね。僕をからかう趣味もいい加減にしないと怒るぞ。趣味というより日課ね。たとえ怒られても課せられた使命から逃れることはできないから。それっぽく言ってんじゃねえよ。いっそのこと好きなだけ切られてみれば。お断りだよ。不死身とはいえ痛覚はあるんだ。内臓をえぐられる痛みなんて言ったら。あら、ド M の変態にとっては最高のご褒美じゃない。勝手に僕をド M にするな。にしてもあのしつこさはなんだ。心当たりないの？あるとすれば恋。なんて素晴らしいことだ。どんなメガネでも似合う女の子に好かれるなんて。これだから変態の古代妄想は手がつけられないわ。まあ、とにかく栗山未来にこれ以上関わるのはよした方がいいわ。どうして？この地区の異界史を管轄している名瀬家の娘が助言してるの。それでわからなければあなたはバカよ。毎日飽きないね。今日もやるつもり？先輩こそどうして毎日この時間まで残ってるんですか？先に帰って人前で襲撃されたら叶わないからだよ。それなら安心してください。人払いはちゃんとしてありますので。それはご苦労なことで。けど血を操って剣にするなんて聞いたこともないよ。異界史の間では
呪われた一族として忌み嫌われていました。どうして？おそらく強すぎたんでしょうね。異界士は異能の力を持つゆえに、突出した力を持つ者を排除したがりますから。おかげで一族は耐え、私が唯一の生き残りです。嫌な話だな。そうですか。よくある話だと思いますけど。戦闘を始めましょう。わかったよ。でも一つだけ聞いておきたい。どうして僕にこだわる？まったく。なんで逃げるんですか？逃げてるんじゃない、戦略的撤退だ。戦って僕が勝てないのは何度もやって実証済みだろう。信じられません。ちょっと先輩。巻いたか。どこから来てんだよ。くらえ。アロン。バケツ壊した。そろ終わりにした方がいいと思うけど。ホラー映画かよ。くらい。先輩、何を。バケツだよ。お腹空いてるのか。だけど掃除屋に連絡しといてくれるかな。どっちにしろ呼ぶでしょ。それじゃ。今の人は二宮雫、通称二野さん。ここら辺じゃちょっと有名な異界師だよ。そうなんですか。ヨウムを倒したことがない？ないってわけじゃないですけど、ほとんど異界師なのに。言ったじゃないですか、私の一族は血を操れることから忌み嫌われていると。だから能力を見せないよう妖務討伐には関わらずに避けてきたんです。それに。それに。いえ。で、僕を妖務だと判断して思い切って襲ったってこと？そしたら先輩が不死身だって言うので。だったらいくら切っても死なないですし、私もヨウムを倒すのに慣れてなかったので。待て、僕を練習台に使っていたのか。いいじゃないですか、減るもんじゃないですし。減るよ、ハートが極限まで削られるよ。言ったろ、痛覚はあるって。どれだけ痛いと思ってんだよ。不死身だからって何してもいいってのは不死身差別だ。周りに聞こえますよ。平気だよ、人がいないのは確認してる。お待たせしました。こちら追加のブリートとモレポブラーノとチリコンカンのセットになります。ごゆっくりどうぞ。まだ頼んでたのかよ。不愉快です。不愉快なのはこっちだよ。練習台にされた上に
ご飯までたかられるとは。たかる？これは取引の条件ですよね。私が今日これ以上戦いを挑まない代わりにご飯をおごるという。その言い方だと明日もまた襲ってくるってことか。違うんですか？ヨウムは確かに人に取り付いて命を奪うけど、異界種の能力があれば対処するのはそれほど難しいことじゃない。少なくとも僕を切るよりは楽なはずだ。そんなの分かってます。じゃあなんでそうしない？栗山さん、ごちそうさまでした。そんなの分かってます。どうしたもんかな。ありがとうございます。はい、いっぱい食べてね。お、蒲原、学食か？なあ、たまにはな。お、食堂で待ち合わせとはどういう風の吹き回しだ？その言い方だと普段私が部室に引きこもっているみたいじゃない。実際そうだろう。わかりました、否定はしません。どうせ私は便所飯でおなじみの秋人くらいしか虐げることのできない悲しい学園生活を送っているわ。待て、その発言の中で一番悲しい存在は僕になってないか？さて、そろそろ本題に移るけど。お前この前振りがないと話せないのか。今日の部活休むわ。それを伝えるために呼び出したのか？ええ、だからこれから先は独り言よ。いい？あ、独り言に返事しないでくれる？返事は。どっちなんだよ！ナセ家が栗山未来を警戒しているわ。どうして？代々その地を治める長というのは排他的で保守的なものよ。つまりどういうことだよ？これ以上栗山未来に関わるのはやめなさい。で、私が言ったら関わるつもりなんでしょ？多分。まあ不死身だから何があっても死ぬことはないしな。死ねばいいのに。どうする？今日は僕は話があるんだけど。はい、390円。あ、じゃあ500円。あれ、すみませんでした。いいよ別に。それで話って何ですか？いや、この町来た目的って何かあるのかなって思って。特には。なんでですか？実はある人に言われたんだ、栗山さんと関わるなって。栗山さん。どうせ私は嫌われ者ですよ。ブログもツイッターも全然炎上中ですからね。本当だ。ですよね。ああ、嘘、後で検索かけて絶対フォローしとくよ。わあ、超楽しみ。じゃなくてここに来た目的。本当に何もない？もし目的があったとして、ここで先輩に言うと思いますか？それはつまりあるってこと？誘導尋問には引っかかりません。家で食べればいいのに。もしかして家で食べられない事情でもあるの？なんでです？そんなわけないじゃないですか。わかりやすい。不愉快です。もしかして家賃が払えなかったとか？今月はちゃんと払いました。家中ゴミだらけで入れないとか？片付けてますよ。じゃあ家に用務がいるとか？そんなことあると思いますか？偶然引っ越してきた部屋に偶然用務が住み着いてるなんて。そっか、
まあ異界師の力が妖夢を引き寄せるって話もあるからな。ちょっと待ってください。どこに行くつもりですか？手伝うから倒しに行こう。お金にもなるし、自信がつけば僕が刺される心配もなくなる。嫌です。どうして？怖いんです。命を奪うのが。じゃあ異界師なんてやめたら？やめられるならとっくにやめてます。やめようともしました。異界師をやめて、妖夢を倒すこともやめて、普通に暮らそうとしました。でも私の中を流れるこの呪われた血は普通じゃない。この力は。それは僕も同じだよ。ちょっと待ってください。変化は？特には。でも、準備して。栗山さん！逃がしました！栗山さん、部活とか入らないの？そんな余裕はありません。文芸部とか興味ない？お断りします。え、どうして？私、他者と関わる気を。